はい、わっさー、どうも、ビアコガイドのナスビです。よろしくお願いいたします。6月の、26日も、ビアコに出ていたので、そのお話をちょっとさせていただこうと思います。最後まで聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。で、6月の26日は放流量が、15度に下がった、丸々1日でした。というのも、昨日なんですけど、放流量が150トン、だったんですけど、150トンから、まあ、昼の12時に、昨日の昼の12時に15トンに変化しました。で、まあ、放流量が、まあ、10分の1になったわけなんですけど、それで今日が15トンのまま丸々1日迎えたという、わけなんですけど、まあ、放流量が低下することによって、エビモが結構流れがあるところで、エビモがね、こう寝てたんですけど、流れが強くて、それがね、立ち上がってましたね。水面まで出てましたね。なので、まあ、より、まあ、エビモとかが少しでもちょっと倒れているような、流れの強い場所が求められるんじゃないかなというふうには思いましたね。まあ、ちょっとね、その15トン、150トンから15トンによって、今までアグレッシブだったバスたちが少しナーバスになっているような感じだったので、ちょっとよりフィネスな展開が求められるような、気はしましたね。はい。で、それと、ちょっとね、僕の中で結構不思議だった出来事がありまして、まあね、今日ね、土曜日というわけで、人がね、たくさん浮いてたんですけど、まあ、バスボートたくさんですよ。釣りしてる方たくさんいたんですけど、まあ、今までね、結構何個の南エリアで、人が寄っているなっていうふうには、感じてたんですけど、今日はですね、何個の南エリアももちろん人は多かったんですけど、何個の北エリアもかなり人が多くて、で、なんだったら、その、沖っ側に入っている、まあ、メインチャンネルがあって、流れがあって、ぶち当たる場所があって、そのところはウィードが生えてないんですけど、琵琶湖南湖の沖っ川で、その真横に、まあ、ウィードが生え始める、ウィードアウトサイドエッジっていうのがあるんですけど、そのウィードアウトサイドエッジが、まあ、南北沿いに結構ウィードの壁として続くんですけど、まあ、その沿いに結構人がわわわわわっているような感じでしたね。もう、なんかね、今まで全然人そこいなかったのに、急に増え出して、結構個人的にはびっくりしましたね。僕ね、ほんまに、個人的に、ちょっとタイムスリップしたんじゃないかな、数週間後にタイムスリップしたんじゃないかってぐらい、いきなり人がわっさーっと流れてて、まあ、琵琶湖って結構情報社会なところもあるんですけど、どういう情報でそうなってるのかわかんないですけど、まあ、ただ150トンから15トンに変わったことによって、瞬時にその沖っ川に対応したのかわかんないですけど、結構ね、人が流れている。まあ、全体的に人が多いなと思いましたね。なので今日は結構人のいないとこいないとこ巡ってて、まあ、魚探しが結構大変だったんですけど、まあ、その点ですね、150トンから15トンに下がりまして、まあ、結構人はまばらにいる。で、多分全体的にまあ、ポロリとは釣れてるんじゃないかな。まあ、個人的にはちょっと結構僕は苦戦したんですけど、まあ、明日も明日で魚をちょっと探していこうかなと思います。というわけで、150トンから15トンへの変化、そして、釣り人の、ポジショニングの変化の、ちょっと今日出てみて思ったことのお話でした。はい。最後まで聞いていただきありがとうございました。